アウディは5月30日、ミドルクラス A6、アウディ A6 の改良新型に、欧州でプラグインハイブリッド車、フェールを設定すると発表した。セダンとワゴンのアバントが用意される。直噴ガソリンターボエンジンを、基本にした新世代のフェールシステム TFSIE が搭載された。フェーパワートレインには、 二種類のパワースペックが設定される。55TFSIE グレードの場合。直噴2 0ル直列4気筒ガソリンターボ TFSI エンジン。最大出力 265PS、最大トルク 37.7KGM に。モーター、最大出力 143PS、最大トルク 35.7KGM。 を組み合わせるエンジンとモーターを合わせたシステム全体でのパワーは三百六十七 p s トルクは五十一 k g m を獲得する五十 t f s i グレードの場合直噴二点リットル直列四気筒ガソリンターボ、TFSI エンジン最大出力二百六十五 p s 最大トルク三十七点七 k g m 2。モーター、最大出力 143PS、最大トルク 35.7KGM を組み合わせた。エンジンとモーターを合わせたシステム全体でのパワーは、299PS、トルクは 45.9KGM を引き出す。両グレードともに、トランスミッションは7足、エストロニックだ。4輪を駆動する 4WB の、 クワトロとなる。動力性能は 55TFSIE グレードの場合、0100kmH 加速5.6秒、最高速時速 250km リミッター作動となる。二次電池バッテリー割リチウムイオンで、蓄電容量は 17.9kWh、賞味容量 14.4kWh だ。 50TFSIE グレードの場合、EV モードは最大 91km キロメ運動水、未進欧州サイクルとしている。